佐賀市東神にある飲食店。県からの時短要請により酒類のラストオーダーは午後7時となりましたが、今日はオープンが5時だったんですけど、そこからお客さんはほぼ入ってない状況です。この日から店の前でテイクアウト用の販売も始めましたが、なかなか客の姿は見えません。佐賀市大宝にある別の飲食店でも、そして閉店時間の午後8時になりました。じゃあ8時になったけん閉めよ。はい。ちょうどそこが綺麗にダメなので、ちょっと早すぎるじゃないですか。なのでやっぱりどうしても客足はですね、ものすごく落ちるところであり、県による営業時間短縮の要請は2月7日までです。